はい、今度は山中鹿之助一騎打ちをしたとこなのかな、なんかそういう場所があるみたいです。これだけかな、特にこっち何かだ、これだけですね。川中島っていうんだ、川中島一騎打ちの、あそこに書いてある、山中港って書いてある。毛利元就が攻めてきた時ということです。増田家の家臣の品川大膳と一騎打ちをしたそうですね。でかい石だな。ほんとこれだけだ。ここには他には何もないですね。さっきの、あ、でもここからお城のあれが一番上のとこになる、本丸なのかな、わかんないけど、よいしょ、よし、じゃあ次に行くか。